富士市に本社を置くパーパスのサーバーがコンピュータウイルスに感染し全国のエルピーガス会社およそ1100社が利用している IT システムが停止し顧客管理ができない状態になっていることがわかりましたこのトラブルは IT システムを提供している富士市のパーパスのサーバーが今月8日の早朝にミノシロキン要求型のコンピュータウイルスランサムウェアに感染したものです サーバーは外部のデータセンターに設置していてハッカーは LP ガス会社に割り当てた複数のパスワードを盗んで侵入したとみられますデータの大半が勝手に暗号化されるなどしていてサーバーには脅迫文が残されていたということです攻撃をしたのはトリゴナと名乗るハッカー集団とみられますパーパスは経済産業省などに報告していて経産省石油流通課は 消費者に直ちに影響が出る状態ではないが早急に復旧するよう要請したと話しました。